ロシア軍もいよいよ130両も戦車を喪失しているみたいだね。旧式戦車ゾンビを使っているとの話もあるが、果たしてどうなっているんだろうな。そうだね。さて今回は、ウクライナ侵攻における最大規模の戦車戦を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍は全ての戦力でウクライナを上回っていたんだけど、ウクライナ軍を侮っていた上に、戦略及び戦術の失敗が続いて兵員や装備において大損害を被っており、特に西側諸国からも脅威だと恐れられていた。大量の戦車を次々に撃破、あるいは鹵獲されたことは大きな痛手となっているだろうね。今回の戦争は、そもそも旧ソ連陸軍発足以来の伝統的ドクトリンである、戦車軍を中心とする多数の機甲部隊の突撃によって、ウクライナ軍を一瞬で撃破できると見積もっていたけど、2023年2月にウクライナ南東部のウグレダールで起こった最大の戦車戦において、ロシア軍は戦車装甲車などを130両以上も撃破され、戦車戦史上においても稀に見る負け戦を晒すことになったんだ。イギリスの国際戦略研究所 IISS が2023年2月15日公表したミリタリーバランス2023年版では、開戦後1年でロシア軍が失った主力戦車 T72、T80、T90 が2000から2300両に達したと分析しており、この数は実戦配備されていた主力戦車の半数となり、その補充もうまく進んでいない状況にあることを表しているよ。また、オランダの軍事情報ウェブサイト Oryx でも、直近1年間でのロシア軍における主力戦車の損失数は、約1800両あるとして、実際の損失戦車数は IISS の分析と同様に2000両以上あるとの裏付けにつながるぜ。このままのペースで消耗が続けば続くほど、ロシア軍が現在保有する戦闘車両の在庫が枯渇するのも見えてきて、ロシア政府は戦車メーカーのウラルバゴンザボドとオムスクトランスマッシュに、損失した分を補填するための生産を命じたが、両社では、新しい戦車を大量生産する能力も部品も不足していると言われているな。このウラルバゴンザボドは、新型の T72B3 や T90M を生産している、ロシア中部スベルドロフスク州に、本社を置く戦車メーカーであるが、その生産スピードは遅く、ロシアのノーバヤガゼータ紙によると、ロシアの軍需産業における戦車生産能力は年間に250両以下とされており、今回の損耗に供給が追いつかない状況と見られているみたい。ミリタリーバランス2023年版によると、ウクライナ侵略開始前のロシア軍の主力戦車保有数は約1800両とされていて、その内訳は T62 約150両、T72 約1150両、T80 約200両、T90 約300両と記載されているね。戦術した IISS や Oryx の分析が事実であれば、ロシア軍は配備していた戦車を全て失っていることになり、生産が追いつかないため保管在庫を駆使していると見られていて、実際に旧式の T62 が最前線に現れてウクライナ軍に鹵獲されているのも事実だぜ。ノーバヤガゼータ紙などの情報から推測すると、ロシア軍には戦車の T72、T80、T90 の保管在庫が、合わせて1万両もあり、その数だけを見れば、これまでの損失を補える戦車が十分に備蓄されていることになり、ウクライナ軍に西側諸国の主力戦車が供与されても余裕を持って対抗できるだろうね。しかしながら、戦車の保管状態が劣悪な環境が多いことが問題になっており、ほとんどの戦車が金属部分に錆が発生し、ゴムなども劣化して損傷しているため交換が必要とされ、標準装置などのデリケートな光学機器なども、激しく傷ついているような状態で野ざらしにされていると言われているぜ。それらのうちで稼働できるのは、新型の T90 は大丈夫としても T80 で3000両とされる保管在庫の5割程度、6900両あるとされる T72 に至っては3分の1程度と見積もられていて、その結果、稼働可能な保管在庫戦車は3800両程度であるというしな。この1年間で、その在庫のうち状態の良い1000両ほどがすでに整備されて配備されているらしいけど、パーツなどが不足していて現役として復帰させるペースが鈍化していると指摘を受けており、この先は部品を入手するための共食い整備などが増えることも予想され、戦車の補充に困窮するのは間違いないんじゃないかな。このような状況から西側諸国が警戒しているのは、ロシア軍の戦車戦術の転換であり、それは歩兵部隊において満足な訓練を受けていない動員兵を配備し、犠牲を顧みずに突撃させて、ウクライナ軍の弾薬を消耗させる神風アタックを戦車部隊にも当てはめる戦術に転換させることだね。ロシア軍で保管されている戦車の在庫には T62 よりもさらに古い T54、T55 なども含まれていて、旧ソ連が崩壊する直前のミリタリーバランス1990年版では旧ソ連軍の戦車数は約6万2000両と記されており、それらをゾンビのように復帰させて続々に配備させることで戦車のマンパワーでウクライナ軍戦車部隊を圧倒しようとする戦術は想像するだけでも恐ろしいことだよ。このミリタリーバランス1990年版で旧ソ連軍の戦車保有数は、T54、T55 約19320両、T62 約11300両、T64 約9700両、T72 約1万両、T80 約4000両と記載されていて、ソ連崩壊後にこれらは独立した共和国に分配されたものの、そのうちの6から7割はロシアが保有しているらしく、数だけで言えば西側諸国の戦車保有数をはるかに凌駕すると言われているな。ロシア軍では T62 に関しては最終型の車両に対して、標準装置などの近代化改修を施して戦線に配備しており、すでに多くの戦車がウクライナ軍に露獲されていて、今後その割合が増えていくと見積もられているぜ。この近代化改修がどこまで進められるかは不明だけど、このようなゾンビ戦車では西側諸国が供与する M1 エイブラムスチャレンジャー2レオパルト2といった第3世代主力戦車との戦いでは一瞬で撃破されると見られているね。しかし、犠牲を顧みずに突撃する歩兵部隊の神風アタックのように、西側の主力戦車1両に対して、10両の旧式戦車を突撃させるほか、キルゾーンを作為してその周囲に多数の塹壕を掘って戦車を配備して、土のうなどで隠蔽しておき、おとりとする旧式戦車部隊を犠牲にしながらウクライナ軍戦車部隊を誘い込み、集中砲火を浴びせる戦術など、数に物を言わせてゾンビのように破壊されても次々に戦車を投入することで、恐ろしいほどの犠牲を出しつつも相手の兵力を大量に消耗させることは可能だぜ。ただし、戦車を固定砲台として運用すれば、直ちにその位置は特定されてしまい、ウクライナ軍の榴弾砲や、ハイマースなどの MLRS から発射される GPS 精密誘導ロケット砲、あるいは歩兵部隊の携行式対戦車ミサイル、ジャベリンによる攻撃を受けることも想定しておかなければならないな。また、戦車保有数を確保したとしても、一番重要な戦車を動かす兵員の操縦訓練が追いつかず満足に動かすことができないのではないかという懸念事項もあるぜ。砲弾が手動装填型の旧式戦車を運用するには指揮を取る戦車長1名、射撃を実施する砲手1名、砲弾を装填する装填艇1名、そして戦車を操縦する操縦艇1名の合計4名がそれぞれの役割をこなしつつ、連携しなければ威力を発揮できず、さらに戦車部隊としても戦車間の連携が必要であり、車長が7から8年、砲手で5から6年、操縦手3から4年、装填手でも1から2年ほどの期間が必要であると言われているからね。これは不慣れな西側戦車を運用するウクライナ軍でも同じことが言えるわけで、やはり勝敗の鍵を握るのは、戦車運用歴としても百戦錬磨のロシア軍が数で押し切って、やがて西側諸国の支援疲れから、ウクライナも妥協して休戦を迎えるのではないかという見方も出てきているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。